スヌーズレン、仮営業を1日使ってみた結果を報告します。ひまわりのスヌーズレンは仮営業中です。現在は仮部屋として屋外スペースに設置しています。2019年の1月5日から防音室にスヌーズレンを設置する予定です。現在のひまわりのスヌーズレンの機材は4つです。ウォーターランプ、スタンドライト、ファイバーライト、プロジェクターライトです。1月5日から新機材を随時追加する予定です。1日使ってみた感想は3つあります。1、健常児、障害児も大人も癒される。2、ファイバーライトが人気。3、強度行動障害の子と相性がいい。1、スヌーズレーン、健常児、障害児も大人も癒される。癒されます、普通に。子供と一緒になって目をつぶると穏やかな気持ちになります。スヌーズレーンは癒しの空間なので、音、視覚、感覚で癒しの空間を作ります。ひまわりのスヌーズレーンは音、海や川やオルゴールのような静かな曲、視覚、水のブクブクや虹色の光を出すプロジェクター、感覚、ふわふわの大型ビーズクッション。まあ、これだけあればさすがに誰でもコロリと癒されてしまいます。2、ファイバーライトが人気。子供たちの一番人気はファイバーライトでした。特にこだわりが強い発達障害児は、手で触ったり、顔を近づけたり、くんくん匂いを嗅いだりしていました。手で触ると青くなったり赤くなったり、色に変化があるのが楽しいようです。また、電池式なので顔に近づけるときにコードが邪魔になりません。3、強度行動障害の子と相性がいい。普段強い感覚刺激を求めたり、自傷行為や破壊行為のある子供がスヌーズレーンで落ち着きました。スヌーズレーンで癒されると、人や動物に優しくなるようで、攻撃的な行為が減少し、動物に優しくなるようです。いつも犬のリードを持てない子が自分から進んで犬の散歩をする姿がありました。24時間洪水のように情報があふれる時代だからこそ、何も考えずにぼーっとしてリセットする空間が必要なのかもしれません。ひまわりのスヌーズレーンが本格始動したら、またご報告させていただきます。